こんにちは、ひかりです。はい。見てください、このミニカー。なんと、100円ショップのセリアで買ったミニカーになるんですけど、これがね、変形玩具なんですよ。前回の動画でもう開けちゃって、シールも貼ったんだけど、これ、変形リオブル。ドライブザウルス。全6タイプってことにね、車型から恐竜型に変形するっていうね、回せば車が恐竜に変形っていうね、 それがリボブルっていうのかな。しかも6種類もあって、でも僕が行ったセリアにはね、この残り1個しかなかったんですよ。だから今度残り5個買ってこようと思うぐらい、今回レベル高かったです。ちなみにこんな感じでシールが貼ってあったんですよね。予備も含めて貼ってあって、なんかシールがついてて、恐竜モードにした時の目と、あとこの車モードの時のライトのシールがついてたんだけど、簡単に貼れました。でも結構遊んだんで、ちょっとレビューしたいと思います。なかなか良くて、これがまず車モードね。 ちょっとね、この後ろから見るとまあ、変形眼鏡っぽい感じなんだけど、まあ割とかっこいいと思うんだよな。まあ、変な形の車って言ってしまえばそれまでなんだけど、なかなかかっこいいと思うんですよ。うん。でね、一応タイヤも回るんですよね、ちゃんと。うん。まあ走るっちゃ走る。あ、走りがいいっていうか、まあ滑ってる。滑ってはないんだよ。一応タイヤ回ってるから、まあまあなんだけど、でもまあ、いいですね。で、変形、するときね、 ま、変形の掛け声は何て言うんだろう、これは。変形、ドライブザウルスって言って、まあ、言わなくてもいいんだけど、顔を出すじゃん。これが目のシールね。これはね、最初貼ってないから、これとライトだけは自分で貼るんだけど、こうやって、で、尻尾を出すじゃん。はい。そして、ここを回転させます。カチッって言うまでね。カチッって言うまでっていうか何回かカチッって言うから、まあ、多分いつか壊れると思うけどね、こんな感じね。 あれなんか引っかかってる。おし。はい、できました。ババーン。はい、これで、えー、今回の恐竜は、一応これは、ステゴサウルスでいいのかな特にちょっと書いてあるわけじゃないんかもしんないけど、一応ポピーってとこは、ポピーじゃない、ポピーじゃないね。ポニーってとこは出してるんだね。はい。あ、が、出してるっていうか、輸入して販売してるんだね。だからこれも、チャイナトイに入るのかなあとね、生物賠償責任保険っていうのが付いてるらしいです。はい。 あとは注意事項が書いてあって、うん。一応ね、これが、あの、多分、トリケラトプスとは違うよね。ステゴサウルスっていいんだよね、これね。はい、ステゴサウルスだと思います。こんな感じで。結構、恐竜モードはガチでいいよね。まあ、車モードもかっこいいんだけど、確かにちょっと無理はあったけど、恐竜モードはかなり、無理もないっていうか、うん。まあ、ただ、中がね、 肉抜きっていうのこういうなんか、全くないんだけど、でもまあ、こう見れば、かなりできいいですし、今流行りのツイッターっていうかね、まあ、ツイッターっていうかまあ、インスタかとかにも映えますね。うん。僕も結構画像載ちたけど、評判良かったですよ。ええー、すげえみたいな。百均でそんな売ってんだ、とか面白い、かっこいいとかね。まあ、いろいろコメントやね、メッセージいただきました。こんな感じ。ああ、かっこいいよね。 これおすすめなんですよ、今回。結構遊んでてね、いいなぁと思って。はい。でね、まぁ、あ、これ作ったりとか、あと最近トミキャ組み立てタウンってやつを作ったりして、ちょっとプラモデル熱が自分の中で上がってきたんですよね。で、なんか作りたいなと思って、今までね、こう、買っておいたけど作ってなかったプラモがあって、それがこちらですね。猫武装。まこれ2なんだけど、てんこ盛りっていうね、こういうね、まあ、猫が武装するプラモデルで、こんな感じで、 まあね、いろんなメカカタツムリ、メカカラス、メカネズミ、メカトカゲ、ね、乗り物コアっていう、こういう風になって、これがこうなるっていうやつなんだけど、とにかくね、まあ、ランナーから切りはず、離して組み立てて、一応これは作りました、これは。うん。それをね、今度ね、これにしなきゃいけないんだけど、その作業が非常にめんどくさいんで、これはこれ、これはこれって感じで、2セット買った方がいいですね。うん。一応中身見せますね。もう、くんなんすよ。あの、 アベンジャーズ見ながら。これが、ネズミ。これがメカネズミ。うん、で、これが、メカカタツムリ。うん。そして、これが、メカトカゲ。お確かにね。なんか、こいつは、なんか、いや、なんか合ってないなんかぴったり合ってるよね。だから今回一緒にデビューしようと思って。で、メカカラス。 いいねこれ、メガカタツムリが一番作るの難しかった。で、あとは最後、これか。えっとね、ノリりのコアっていうやつだな。まあ、なんかマシーンだよね。こんな感じで。はい。まあ、それとはまだ開けてはいないんだけど、こんな感じで、えっと、猫も入ってます。猫と猫のトイレ。これが、まあ、主軸になってくるんだけど。そんな感じで説明書見ながらね、ほんと気楽に作れましたけど、まあまあ、でも時間かかるよ。 うん、あでも、時間かかると言っても、本当一1時間とかはかかんないけど、まあまあ、丁寧に作ってると、うん。まあ、映画一本見ないぐらいかな。ギリギリ。うん。まあ、のんびり作ったんでね、結構時間かかりましたね。ちょっとまあ、バリとかは取ってないんだけどね、今回、正直。ニッパーで切っただけだったんだけど、こんな感じでネズミとかね。かわいいよね。なんか、ぴったり合うんですよね。この子に。 このことだから一緒に遊ぶのにちょうどいいレベルの感じですね。それをね、まだね、これだと本領発揮してなくて、やっぱりこれにしてなんぼだと思うんですよね。ただね、ここからこれにするのがすげえめんどくさくて、一回パーツバラさなきゃいけないんですよ。バラして組むから結構めんどくさいんだよね。だから最初にもうランナーからいきなり、この天候盛りの状態にした方がいいと思います。うん。だからこれを作るんだったら、もう2、2セット買った方がいいかな。 結構安いんですよ、Amazon で。定価より全然安く売ってるんで。あの、リンク貼っとくんで見てみてください。うん。だからね、うん、僕ももう一セット買うと思います。合体用にね。とか、まあ、パーツはいくらあってもこういうのを組み換え遊びできるからね。うん、だからまあ、あともうそろそろっていうかもう3が出てるのかなで、1がね、もうね、結構高くなっちゃってるのかな。だからどっかで1見つけてきて、 で、2と3をまた買おうかな。2セットずつ買うかもしんない、これは。なかなかいいですね。まあ、あ骨ホネザウルスと近いっちゃ近いかな。うん。骨骨ホネザウルス3はでもちょっと、あのー、組み替えの自由度が低いけど、完成度が高いみたいな感じで。まあ、あこれはね、基本がこれで遊ぶっていうよりも、猫が武装するっていう面白さがね、一番にあるのかなって気はします。はい。これでこうね、まあ、あ遊ばせて、ちょっとなんかいい感じですよね。はい。 と、あとね、こ、あの、昨日ね、購入品紹介みたいなのやったんだけど、昨日ね、本屋さんでね、えー、いつ発売だっけな本当2、3日前に発売したばっかの雑誌を買いました。初めて買いました、これ。ババーン、ちょっと見えにづらいかな。こちらですね、ババン。雑誌ムーです。はい。どういう雑誌かっていうと、世界の謎と不思議に挑戦する雑誌ですね。まあ、いわゆる、まあ、オカルトっていうのかな都市伝説とかさ。 イルミナティーとかそういうやつですよ。うん。結構その雑誌が面白いんじゃないかっていうね、話をちょっと耳にしたもんで。まあまたね、こういうの読んで、ちょっとまあパラッとはもう読んだんだけど、一周ね。まあなかなか面白いですし、やっぱね、雑誌は雑誌では面白いですよ。うん。まあ言ってしまえばネットで調べれば色々出るんだけど、こういう雑誌の方がね、見やすいしね、情報まとまってるから結構時短,時短になるんですよね。時間短縮っていうか。あとはなんか、 自分の興味ない内容も入ってくるから意外と良かったりするんで、またこれによってね、新たな動画のネタが生まれたりしたらまたいいなと思いますね。今回はね、こういうね、サイキックアートっていうのが入ってましたね。ちょっとね、まあこれはなんか無意識で書いてなんか絵とか言うやつなんだけど、まあちょっと、まあ分かるようなわかんないような理論なんですけどね。ちょっとね、まあいろいろあってね。まあ発売して、で、ね、来、来月はね、今月の付録はこういうね、ただの厚紙なんですけど、来月のね、付録がね、 神秘のムーンストーンクリスタルっていうね、まあ、パワーストーンみたいなのがついてくるみたいなんで、まあ、で、あの、70円ぐらい今月より高いくなっちゃうんだけど、来月の方がね、付録は豪華かなと思います。でも70円プラスでそのね、パワーストーンついてくるならいいかなと思いますけどね。一応定価がね、今回特にこんな感じで、なんかバックの付録とか一切ないけど、820円。うん。まあ、雑誌も高くなったかなって気はしますね。 こういうね、あの、付録出しのまあ、まあ、あるにはあるけど、まあ、こう厚紙の付録ね。まあ、なんかこういう付録出しの雑誌って、僕のイメージでは500円前後かなって感じするんだけど、結構やっぱり800円くらいするんだね。なんか、うん、コロコロとか、いくらだっけコロコロ500円くらいでいいっするしか。今はわかんないけどね。おまけとかつくからね。最近雑誌はね、のきなみね、もう付録がすごくなりすぎちゃって、値上がり傾向にありますね。もうなんか、 なんていうのかな雑誌の付録というよりももうセット販売みたいな感じですからね。セット販売っていうかまあなんだろう。もう付録目当てで雑誌がおまけみたいになっちゃってますよね。まあそれはそれでいいけどね、別に。また、それが嫌だってみんながなればさ、あの逆転するわけだしね、また。うん。僕は今回完全にもうね、雑誌の内容が興味あって買いましたね。まあちょっとあのね、こういうね、こういう雑誌でありがちな緊急警告っていうね、緊急に皆さんで、ね、教えてくれますからね。 まあ、なんだろうな。まあ、イルミナティとか、あと、なんとか事件とか。うん。で、150年ぶりに再会とか、なんかさ。イルミナティカード。で秘密結社とかね。このね、なんか、山とね、帝国とか、猿の惑星が現実になるとかさ。まあ、なんか、ね。未だにこういう雑誌がちゃんと売られてるってすごいですよね。このクレーマーな世の中。クレーマーがいっぱいいる世の中でこういう雑誌がまだ売られてるっていうのは。 なんかね、芝居よりすごいですね。やっぱり買う人しか読まないからいいんだろうね。こういうのってね。テレビと違ってね。だからそういうとこに面白いとこありますよね。あとは週刊誌とかもひどいもんじゃないですか、本当は。テレビなんかで週刊誌の内容やったらさ、ね、大問題になるような内容とかも週刊誌をやれるっていうのは、やっぱり興味あるね、そういうね、層の人しか見ないからですよね。だからね、最近週刊誌も買ってみようかなとか思って、なんかアベンジャーズの映画を ンパンにもうね、あの、批判してる雑誌があるらしくて、ツイッターで話題になってたんですけど、あ、そういうのもさ、なかなかないじゃん。ね、みんな結構、もうなんかテレビとかもさ、当たり障りないことしか言わないから、ね、なんかプロ、何その広告主のき、ご機嫌伺ってみたいな感じのが多いから、なんかそういうのもちょっと面白そうだなと思って、なんだっけなまあ、その雑誌がいいか悪いかは別として、そういうのもちょっと読んでみるとね、こう動画の幅に、 つながるのかなって気もして。だからこれはちょっとね、僕の動画に幅をね、戻せるための一環としてちょっと一つ買って読んでみてます。はい。まあね。みんなと同じものだけはね、見てるとね。てかまあいろんなもの見てね。まあなんか、うん。趣味の幅が広がればいいかなと思います。はい。ということでまあ今回のメインはこちらですね。だから、ね、100円ショップってやっぱさ、 ツイッターとかインスタでも人気だし、YouTube とかでも人気だし、あとみんながね、再現できるものだからさ、どこにでもあるし、いろいろあるから、しかもネタも多いし、一個一個安いじゃん。だから100円ショップの専門チャンネル一個作ってもいいなとか思ってるぐらいなんですよね。それぐらい面白いなと思って、100円ショップ専門チャンネルみたいな。うん、やっぱ100円ショップね、ちょこちょこ僕のチャンネルでも紹介してるんだけどね。ほんとこれとかいいですしね。まあ、チャイナトイ的なとこはあるんだけど、うん。 他にも100円ショップね、やっぱ面白いもの多いからね。ただ、いらないけど、動画のネタになるなら買いたいみたいなものってすげえいっぱいあるんですよ、100円ショップって。だから100円ショップでちょっと専門的なチャンネル作るのも一つありかなって気がするけど、専門的なチャンネル作っても結局なんかこれと同じような内容を、 チャンネルを分けるだけになっちゃうからどうかなとか思うんだけどね。あ,あ、そういえばサブチャンネルで言えばね、僕ね、海外向けのおもち動画をやってるチャンネルとかもあるんでね、ぜひご覧ください。はい。ということで今回はこの子のレビューと、あとのね、猫ブスを作ってよっていうレビューと、ムーを買ってよっていうお話でした。ということで,とこ,とでこの動画良かったなと思ったらぜひ、評価ボタンお願いします。チャンネル登録やコメントもお待ちしておりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。それではまたご視聴ありがとうございました。バイバーイ。